足立チノリ昭和5年12月2日は、美全国赤坂郡小野田村出身の社会実業家。東京市養育院幹事。1857年、美全国赤坂郡小野田村で生まれる。幼くして、母と死別し、遠跡の天台囚人院で育つ。仏教を治める一方、岡山の藩校伊香織館で計画を学び、新聞記者となる。山陽新報、中国日々。 新聞、福島新聞などの記者を務める傍ら、自由民権運動に携わり、岡山自由党の四天皇の一人と称される。また、集会条例違反で逮捕されたこともあった。その後、上京し、1888年、東京府に奉職する。東京市養育院院長であった渋沢栄一の勧めで、1892年、養育院幹事となる。 渋沢栄一の補佐役として、佐藤屋制度の開拓や伝染病の隔離療養、無料宿泊所の創設などに尽力し、不老児の感覚運営のため、井の頭学校、安房分院、菅母分院、板橋分院の創設等に携わり、養育院の発展に献身した。他に、中央事前協会幹事、施設職業紹介所長代理、法徳解除資職業紹介所理事長、 無料宿泊所顧問などを務めた。1919年、養育院を退職する。1930年12月2日、脳一血のため死去。去年74。ありがとうございます。